とこいつ。オッケー。はい、牛猫チャンネル牛猫です。本日もご視聴ありがとうございます。前回の続きからステラブレイドプレイしていきたいと思います。前一巻がエンドス9の途中からだったかな。それにしてもよくこんな場所で生き延びられたな、リリー。ああ、実はそれには理由があって。理由？うん、なんでもない。あ、ほら、そろそろ行こう。ふん、気になるな。どうしたんでしょうか。で、お？あれ？上がれない？んなことある？なんかボスみてえなのいない？あれボスだよね。え、やっぱそうなるよな。痛い。マジであいつ全然硬すぎない。2匹とも勝て。ボスのやつか、これ。ボスのやつっていうか。痛い！危ねえ！怖すぎる。オッケー。うー、怖い。うねえ。いっと。全力だ。当たらねえのかよ。きつい。そうだ、これ3回突進があるんだと忘れてた。痛い。1回倒したのにもう1回来る。はい、ここで1回スタン。当たんねえよ。えい、もう一発。次で
あぶねえ。ここで、うわー、そんなバカな。復活しろ。これはもう復活。まあでも、ウェポンギアあるよね。オーケー。もうほぼほぼでもあれなんだよ。めちゃ使ったな。それにしても弾薬も全部使って、もうドローンも最大強化してるからな。これ以上弾増やせねえから、これ以上強くなることはないんだろうけど。ん？その上にちょっとアイテムあったりしない？反対側もない。ないですか。よし、やるか。ジェットコースターのレール。どういうこと？あ、エイドスナインって遊園地なのか。今頃だけど、なんもね。なんもないか。行くぜ。戻るぜ。はい。ないか。特に何にもないか。ないか。缶どこにあるんだろうな。で、そうか、さっきこういったあのジェットコースターのやつ通ってって今これで戻ってきたんだよね。そうだね。で、なんか通じてますよみたいなこと言ってたけど、ポーション、いや、決してポーションが悪いわけじゃないんだけど。どこまで通じてるんだ。おう。
てこいつか。ここで OK 多いな、そんでこいつ。なんかあるコンテナだぜ。紐か。あのコンテナすげえ怪しくない？あんな風に。さあ次、おーらー、レール進んでいった先はあれ何？あれ別に何の建物でもない。そう。え？まだ余計なことし始めるか。あれ何？あそこから来たんだもんね。別にいいよね。多いな。戦闘入っちまったか。あれ、ここって来たことないんだっけ？来たことないところか。え、そうだった？あるやん。じゃあ、あっちの反対側まだ行ってないんだ。
いやー、弾使っちゃってるけどどうしよう、進むか。あの下行けば一応あるんだよね。あー、ちょっと残った。なぜ先にこっちへ来てしまったんだ。俺は。うわ、でも。ありありあり、ありだし、ここから狙えない。一応当たるな。あそこ届かないか。手前がギリギリ届くぐらい。一回リスポーンするか。じゃあここまで来るのにこんなに苦労するなんて。リリー、どうしてこんな場所に隠れて暮らそうと思ったの？昔はこの辺りにネイティブなんてほとんどいなかったんです。あいつら、なるほどね、昔は水を嫌ってたのに。もしかしてあれから進化しちゃったのかな。あれから？そのうち水の中を泳げるネイティブ。お前なんかやっただろこれ。とにかく先へ進もう。オッケー。でリスポーンするのはもうしょうがねえけど、ここから降りて、うわっ、いや椅子座っといてよかったぜ。あぶね、びっくりした。あぶねえぜ。まさかだな。うわ、ブラスターセル忘れてきたか。OK。 で、またショットガンでも使いつつだな。おう、
こいつ怖えからな。コンテナでも別にコンテナがそんなろくなもん入ってねえんだよな。まあ消耗品だからいいっちゃいいんだけど。うん、オッケー、悪くないぜ。よし、オッケー。スキルか、そういやスキル滝モードでもレベル上げとくか。滝モード、あーバーストスキルか。この辺上げとく。もう上げれるもんないからな。サバイバル全部と攻撃、攻撃全部。ベータもこれだけ上げとくか。滝モード、オッケー。シールドブレイカーいた。よくやった。ありがとう、イブ。せこい戦い方してんな。でもしょうがないよね。いつでもアイテム買えるんだから。ドロップアイテムのみとかだったら多分あれなんだった。まあでも多分これ救済措置なんだろうな。もうどうしても戦えないとか勝てない場合はこれ使って、じゃないと結構難易度高いもんなこれ。こっちこっち、ジェットコースターのレールをたどればいよいよ私の自慢のアトリエのお披露目です。それじゃあアトリエに向かうぞ。待ってますね。おう、
い、怖え。かっけえ。お、なんだろうな。モチベーション、モチベーション、モチベが上がるのか。またこういうところに。おお。お？またちょっとごちゃごちゃしてんな。いけるかこれ。あれ？ああ。なんかよくわからんことしちゃった。いける？こっちか。あれはなんだ。おい、沈む沈む、死ぬ死ぬ死ぬ、あぶね。あれはなんだ。爆発しねえじゃん。ああ、そういうことか。この海の中だから今までネイティブが来なかったってことか。アトリエ、オブジェもあるな。お、なんかある。あ？しょうもない。しょうもないぜ。隠しリットコイン的な感じのやつか。何これ、ポリマー。そろそろギアの新しいやつ出ない。うーん、ダメージが上がるんだよな。
防御ギアの新しいの欲しいな。あぶね。茂ってて小鳥までいる。あたしの自慢のアトリエへようこそ。ここはお気に入りの庭園なんです。見てってください。あたしは秘密の作業場にちょっとこもってますね。綺麗な場所、今まで見たことない。珍しい植物がこんなに育ってるなんて、本当に特別な場所だ。リリーがこの場所を大切にしてたのがわかる。ああ、そうだな。あいつにとっての楽園なんだから、こんな場所があるとはな。メモリースティックをマザースクエアに送る。やつはどこへ行った？この下入ってったよね。見て回ったか？念のため俺はサンプルを採取しておくよ。もういいのか？うん。でも最後に一ついい。どうしたの？実は一緒にいた仲間がいるんです。同じ部隊の生き残りで。生きてるのかな。イベリス、父のハッカーでかけがえのない仲間でした。イベリスは1年前に傷を負って眠りについたんです。リリー、ずっと一人にしてごめんね、イベリス。また会いに来るね。この中には特注のハッキングシステムとイベリスの記憶が詰まってる。あの子が残してくれた大切な形見。二人ともありがとう。じゃあ行こっか。イベリス、またね。
ん？よくわかんないけどイベリスは死んでるんだよね。生きてんの？よくわかんねえ。まあモブキャラだしどうでもいいか。イブ、一緒に来てくれてありがとう。気にしないで。照れくさいです。拡張システムにつなぎますね。これか、モチベーション、モチベーション装備しとくか。どういうことなんだろうなこれ。センスねえな。地上では誰もが痛みを抱えて生きた。リリーだってその一人だ。ええ、じゃあ出発するか。盛り上がりがすごいなこの服。対空ネイティブって何なんだろうな、そもそも。まあ、戦争してたからか。この先に次のアルファコアがあるの。アダム、話聞いてる？ああ、すまない、ザイオンから知らせが入った。何かあったの？どうもまずいことになってるようだ。悪いがザイオンへ戻らせてくれ。待って、ここまで来たっていうのに。だったら一人で行く。今ザイオンに戻っても事態が良くなるとは限らない。イブ、戻る気なら先に私を降ろして。平気、一人でもやれる。待った、私いいアイデアひらめきました。私がドローンでナビするのはどうです？その間にアダムはバイクでザイオンに戻ればいい。どう、完璧でしょ？リリー、ドローンの操縦はそんな簡単なものじゃない。広い視野を持って迅速かつ適切に判断をしながら。あとはスタビライザーとスキャナーとリンクセンサーに任せるだけでしょ。待て、いつの間に。レールガンをいじってる時に分かっちゃった。試運転も問題なし。だとしても実戦で使った経験が乏しいなら危険すぎる。イブ、お前もリリーに賛成か？私たちなら大丈夫、行って。ああ、そうか、分かった、好きにしろ。だが俺が戻るまで無茶はするなよ。分かってるな、リリと。私の出番が来た。これでしばらく帰れませんということですね。はい、前
回アダムを置いて。あ、通信チェック聞こえます？ええ、聞こえてる。よし、ちゃちゃっと行きましょう。来たところですね。アダム、あれか、起動エレベーター。あれが起動エレベーター。つい最近まで動いてたみたいです。動力源のフュージョンセルとはまだつながってます。空のコンテナをずっと宇宙に送り出してたみたい。空のコンテナをなぜ。こっから物資を向こうに、あ、なんか怪しい。ああ、怪しくも何もない、ただ飛び降りただけだった。宇宙コンプレックス。あれ、周りに生体反応があります。気をつけて。お、敵いるやん。機械型ネイティブ。弱っ。上上がらんといかんか。台風の目。なんだこいつ、壊れかけてんじゃねえかよ。この辺は機械に寄生するタイプが多いみたいです。厄介な相手。まあそうでもないな、別にそんな強くねえし。おわ、怖え。なになに。いった。どういうことだこれ。あ、こいつが寄生してんの。道が途絶えてる。周りを見てきます。下に、うん、必要ない。上流に向かいましょう。落ちたら死ねるよね。やっぱり水の中ですかね。もう水飽きたよ。水の中はいいよ。怖い。痛い痛い。扉があって、こいつどうしようかな。危ねえ。あ、さっきと違うロボタイプだ。の上にも何か
あ、ここにもオブジェクトがあって、ここに敵がいて、パスコードだ。きっとこれもネイティブの仕業ですね。これこっから先行けない？そうするとこの上とさっきの左側と何か所かあるね、行ける場所が。あれ？うわ、落ちちゃうのか。走ればいいのか。あー、なるほど。ここに、うわ、あぶね。ここに乗って、ダメだ。あの上を伝っていくんだろうけど、先にこっち行くか。なんか、そういうことね。うまくいきました。これ何？ブラスターだ。これ上に行けないの？リリー、アダムから何か連絡はあった？リリー、リリー、あ、ごめんなさい、何か言いました？まさか何かあったの？ううん、レガシーを見返してただけです。まだ気にしてるの？偽造されたものじゃないか一応確かめてたんです。そう、でも今は目の前のことに集中して。なるほどね。はい、もちろんです。ヒントって出てる。他行けるとこないか。ごめん、行ったできるやん。行った。あ、そうか、さっき俺椅子に座ったからだ。なんでガード不可かよ。そういうこと？これがさっきのパスワード？K 入り。開いた。なんもね。怖い、落ちそう。
お、人だ。あー、そっか、ここにもいたのか、空挺騎士団。今は祈りを捧げる気になれない。行き止まりです。来た道を戻ってください。ん？あれ、俺どっから来た？あら？あら？ここだよ。見えなかった。こっちです。そっちか、わかった。なんとか進めそう。問題ない。ゆっくり、慎重にです。あ、イブ、気をつけて。そんな大した問題じゃないです。くぅ、みんな崩れ落ちている。お、上に上がりたいんですけど、向こうに行くしかないのか。やった、渡れた。あれ、どういうこと？あれ、もともと向こうから来たよね。あれ違ったっけ？来たよね。人選ギアか。イブは何でもできて羨ましいな。お？スフィアは全部知ってたのかな。そのはず。うん、でもならなんで。なぜ真実を隠したのか知りたいの。これまでマザースフィアを疑ったことなんて一度もなかった。だからまだちょっと混乱してます。大丈夫、私も同じだから。ひとまずもっと情報を集めないと判断はできない。今はやるべきことをやりましょう。はい、集中します。これ今どこにいるのかわかんない。ちょっと見てみるか。ハイパー宇宙コンプレックス入り口、ハイパーチューブ入り口、ハイパーチューブ、今ハイパーチューブ、ハイパーチューブってあれだね、ウィーンズって、ウィーンズってなんか進むやつだね。ハッキング完了、スイッチを押して。押し方が荒いね。ハイパーチューブが閉じちゃってる。宇宙センターにつながる唯一の道なのに。開ける方法を探そう。ほい、
これ生きて、これ生きて、あの人、あの人型はか、コアだ、コア、コア、コアというか、ボディコアか、ベータコアか。貴様おい、嘘だろ、びっくりした。下行かなきゃいけないのか。あー、そこしかないもんね。くー、つらいぜ。オブジェクトがいっぱいある、怖いぜ。何これ、ムチみたいな。おー、すげえ、炭酸電池みたいな頭してやがる。え、お前、お、バイオのゾンビみてえな、這いずりゾンビみてえな感じになってる。オッケー、ハッキング、ハッキング、はい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 、オッケー、楽勝。こういうミニゲームもういいわ、だって絶対できるからもう。行ってー、そいるや、炭酸でいい。痛い、電池、お前銃撃って、無知だけだと思ってた。進めない。あ、こ、ここか。こっちです。こっち。これね。ハイパーチューブを開くにはまず動力を戻さないと。あ、これがハイパーチューブのうんたらかんたらってことか。あ、方向的にあっちもあるな。なんか、焦ったぜ。おー、あぶねえ、びっくりした。
気をつけて。上人間。ベリアルは他とまるで違う。赤いネイティブ。ブレードを2つ持った赤いネイティブ。あれ1個だよ。2つ持ってるやつがいるってこと？こいつではない。ブレードを2つ？これ立てたもんね。強かったな。ヘビードロイド、あれだ、2つ持ってるブレード。戦闘中？お前まだ生きてんのか。生きとったんか我。あと1個。お、ロボットいる。え、お前それ。タンブラーモジュールか。ここ上がってもいい。けどこれ多分ここのパイプを通っていくんだろうな。そうだよね。あ、やっぱそうだ。あぶね、落ちる。あぶね。ベータくせえけどな、これ。どうだろう。はい、ベータ。この裏側に1個ある。ああ、いけねえ。こいつだ。あぶねえ。だろこいつ。生きてんのか。しかも、え、生きてない。生きてなかった。怖すぎる。よし、ハイパーチューブの動力が戻りました。それじゃハイパーチューブに向かいましょう。オッケー。キキって書いてある。キキキって書いてある。
いいんじゃない？これ砂漠と違って壊れてないよね。他のルートよりは安全なはず。え？リブ、どうしたんです？リッカーみてえなのいたな。いえ、なんでもない。怖すぎんの。全然安全じゃねえ。砂漠と変わんねえ。痛い。勘弁してくれよ。痛い。死ぬ。死ぬ。痛い。死ぬ。一回崩れたら死ぬ。くぅ。いや、砂漠より難しいじゃねえかよ。砂漠壊れかけてたから、あっちの方がどう考えても難しいはずだろ。これちゃんとジャンプ使わないとダメだな。痛い。痛い。痛い。なるほど。あの光る弾が一応目安というか。危ねえ、死ぬ。あぶねえ。なんとか頼む。死んだ。もうちょっとだったのにな。なんかバグかな。なんかエラー起こったけど、とりあえずまあ進めましょうかね。で、俺思ったんだけど、そう、これ持続型のやつ使えばあれかなと思ったけど、回復がマックスだから使えねえわ、そもそも。痛い。ダメだ、さあこんなところで。頼む。ちょっといきなり食らいすぎ。いきなり食らいすぎだし、死ぬマジで。おいー、いたー。どうなってるんだこれ。ぐるっと回る感じに。痛い。多分これぐるっと回る感じになるよね。うおーらー。何ビリー、ちゃんとついてきてる？ちょっとスピード落とせません？無理だ。危ない。
ケー、行くぜ。いて、いて、いて、待っ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 て。バカ、バカ、バカ。回復間に合わんかった。これ復活でこいつからになるよね。こっちに行けねえ。あぶねえ。そうこいつ。OK。なんだよそれ。逃げられちゃった。なんだこれ。そろそろ休憩しないと。びっくりした。からどうすりゃいいんだ。ここは何？特に何にもないのか。物資キャンプです。なんかあっちにあるな。人間。ああ焦った。あ、あっちに。ここに来て話が多い。他の機械型ネイティブとは少し様子が違った。そうでした。今の相手感情を持ってた。あんなの初めて。感情？そう、常軌を逸した強い感情、憎しみ。きっとまた現れる。憎しみ。片腕を切り落としたのに。ええ、あの程度じゃ引き下がるようには思えない。あれどうやっていくんだろう。こっちから行けるのかな。あ、こっちからだ。なんだろうな。オルカエンジニア。他は？あ、あるやん。なんもない。お、何かある。あそこにもある。
て、あの下にあるやつってどうやって取るんだろう。降りていいの？お、もう上がれない。あとは特になさそうかな。まだある？ないね。あー、そんなにだな。別に今着てるやつもそんなになんだよ。言うて、ホールデンがなんか、何かホールデンが、リリー、この場所は何？ここは軌道エレベーター用の資材置き場みたいです。これ何？え、何これ？知った、お前。怖いね、怖いね。もう当たりが悪いしよ。これなら。オッケー。これ弾のオブジェクトだよね。あ、これもしかして、これか、ここに置くのか。リリ、あの妙な装置は何？調べてみますね。マップデータを参照したところ、あれは、やべ、うわー、まずい。あれ、プラズマを打ち出す警備タレットです。あれを落とせばいいのか。なんとかしてみる。え、タレットに見つかっちゃいますよ。敵めっちゃいるな。これを、これうまく動かねえんだよな。砂漠でもすげえ苦労した。荒野か。荒野でもすげえ苦労した。ああ、そうか、レールが乗ってるから。玉子。
違うわ、これ別に勝手にやってくれるんだ、ある程度は。なんだ、何気にスティンガーめっちゃ強いよな。最初使い方よく分かってなかったというか、レベルを上げる前まではそんな大したことなかったけど、レベル上げたらすげえ。滝モードに特化した。ふーん、あ、一撃？しかもどうやったってあれ絶対無理だろ。なるほどね、強行突破は無理な感じか。上に登らんとダメかな。あ、まあそれだけでいいんだ。どこだよ。ああ、そういうことね。これを今のはたまたま。よし、そしたら。ああ、リリー平気です。危ない上を見て。うわ、ここにいたらまずいです、急いで。どうする、止まらないでください。そうは言っても人が止まっちゃダメです。そうは言ってもイーブ、避けて。ヒヤッとしました。もう大丈夫。全然やん。早く進んだ方が良さそうです。はい、了解。なんとかここを抜けないと。うわあ、あ、まず。え？全然聞いてねえ。どういう
こと？あ、そういうこと？いったー。全然無理だろこれ。どうやって抜けるんだよ。どういうこと？うわぁ！そこまっすぐ抜けるのは無理か。つまり。こっち側にいて、要はあいつ、こいつと一緒に行かないといけないってことね。あ、ダメだ。そうなんですね。まあでも分かったよ。こっち側じゃないってことだね。そもそもが、そもそもこっち側じゃないんだ。こっち来て、ここです。この感じでタレットを抜けていけということだね。あら、あらら、各員に告げます。不正な貨物が検知されました。え、管理者は管轄のラインを検査してください。お、うわー、もうダメだ。こうなると、ああなる前に、前にじゃないな、ああなっちゃったらもう無理なんだろうな、絶対。不正な貨物、こういうことだ。で、こっち側は
ことでしょ。あれ、あー違うやん、向こうじゃん。やっちまった、こっちだ。え、反対だ、反対です。反対は無理じゃない。これちょっとこっち、ダメなの？くそー、まあ、惜しかったけどな。方向を変えないとダメだ。まずここ。危ねえ。で、もう少しこう斜めにして、で逆に今度ここ、この隙間に、いける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 、あー危ねえ。いけるなこれ。いけ。あ、ダメなの。やっぱ一回見つかるとダメか。絶対に見つからないようにいかなきゃいけないってことか。なかなかそれはハードだね。ここはもう別にいける、ここ別に行ける。ここも行ける。はい、ここまでは楽勝。これはね、これでいいんじゃないかなって思う。こっちだ問題はね。これもこれでいいんじゃないかなって思う。で、え？ここはなんだ。あー、これさ、うわむず、お前これ、うわーゴールド、たかたかゴールドのせいで。オッケー、人間がいるな下に。いや下にセルがあるんだよな、セル欲しいんだよな。あ、いけるわ別に、こうだ。ポリコは、逆か、ここは。なるほどね、逆に進んでいかなきゃいけない。うわー、めっちゃ大変。警告します、検査の遅延により全プロセスを一時停止します。あー怖え、
よし、もう一回休憩。どうしたのリリー、コロニーのことでも考えてた。え、なんでわかったんです？実はマップを見ててひらめいたんですよ。大気圏を抜けたらコロニーのネットワークに接続できるかもなって思って。試す価値はありそう。接続できたらみんなの記憶をレガシーに入れて送ってみる。それとネイティブの真相も。あとはでもタレットしかないもんね。あとね、ワンワン来た、痛い、ワンワン真っ向勝負だ。ワンワンとはベータエネルギー貯めたいから。ワンワン来た、くそー、無駄にベータエネルギー使っちまった。そういうつもりじゃなかったんだけど。ドローンのアップグレードモジュールはもういいよな。でもおかげで視野が広がったのかも。うおら、こいつら挟み撃ちするんだ。後ろに回り突っ込んでくるね。うまいこと。さすが犬。みんなコロニーに行こうとしてる。どういうことなんだろう。コロニーに行けてるのかなみんな。よくわかんねえ。どういうことなんだろう。乗り遅れるっつってんな。そりゃなんかコロニーとか軌道エレベーター乗車券みたいなやつあったよな。何あれ。今だ。おお。こんなん乗れねえだろ絶対。これに。別に関係ねえよ。コンテナだ。拒み。拒むんじゃねえ。すげえ上級ポリマーだけど。
マジでわからん。あれさっきどうやって、わあ今のいいな、今の惜しかったな。あの邪魔なやつがいるときはダメなんだね多分。ダメじゃん。なんで？どういうこと？もう一回。おらー。おらー。あれかな、あの四角いやつの上に乗るのかな。あ、ここかな。なんだよ。痛い、きついな。嘘だ。なんでさっき乗れたのに。そんな難しいはずないと思うんだよな。このままいける、もしかして。あ、いけるやんけ。ハッキング完了。なんかあそこにコンテナあるんだけどな、諦めよう。ラファエル。見て、イブ、宇宙センターです。これが宇宙センターか。モーションセンサーとか、まあでもちょうどいいから今日はここまでかな。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ぜひ次回の動画の応援もよろしくお願いします。うしねこチャンネル、うしねこでした。